は芦屋基地航空祭にお越しいただきありがとうございます。この会場では皆様が航空自衛隊と聞いて一番に想像される航空機のパイロットとは一味違った航空自衛隊の精鋭を紹介したいと思います。それは日夜重要な施設の警備にあたり、何者かが市内に侵入した際、不審者の足跡を嗅いで追跡したり、不審者を捕まえるときに活躍する警備犬です。本日はその警備犬が日頃どのように訓練を行っているのかを、一部ではありますが展示という形で皆様にご紹介いたします。なお展示を行う前に、皆様が安全かつ楽しくご覧いただくために何点か注意点を申し上げます。必ずお守りいただくようお願いいたします。1つ目は被害防止のため、ネットの中には立ち入らないようお願いいたします。特にお子様をお連れの方は、お子様がロープやフェンスの中に入らないよう十分気をつけてください。また柵に手をかけたり、中に手を差し伸べたりしないようお願いいたします。2つ目は犬に声をかける、興味を誘う等の行為は展示の妨げになりますのでご遠慮ください。また展示実施中にはお静かにお願いいたします。最後に安全管理上、係員の指示には必ず従うようお願いいたします。航空自衛隊では全国で数百頭の警備犬が日夜勤務についています。ここ芦屋基地においても約54年前から警備犬を配置しております。航空自衛隊で活躍する警備犬の種類は主にジャーマンシェパード犬を使用しています。シェパードは他の犬種に比べ端正で凛とした外見、人間に対する服従性と警戒心、高い知能を持っています。そしてその警備犬の能力を引き出すのがペアとなる隊員です。この隊員をハンドラーと言います。本日はハンドラーと警備犬の高い能力の一部を皆様にご覧いただきたいと思います。本日の訓練展示は3名のハンドラーと3頭の警備犬で行います。本来警備犬は大勢の人の前で活躍する機会があまりないので、本日多くの皆様の前で実力を発揮できるか分かりませんが、一生懸命頑張りますので応援よろしくお願いいたします。それではハンドラーと警備犬の登場です。盛大な拍手でお迎えください。警備犬
各ハンドラーとも日頃の訓練の成果を発揮したいととても張り切っております。それではハンドラーの皆さん、準備をお願いします。そして本日アナウンスを担当しますのは、入隊3年目、これまたぐちぐち芦屋基地のアイドル、お大市長です。本日は警備犬の素晴らしさが伝わるよう一生懸命頑張りますので、よろしくお願いいたします。それでは展示の準備ができるまでもうしばらくお待ちください。現在ハンドラーと警備犬が遊んでいますが、通常訓練前には遊びを取り入れており、遊ぶことで集中力を高めます。遊びで気持ちを高め、遊びの延長から訓練につないでいきます。まずはじめに行う展示は服従訓練です。この訓練は警備犬の服従心を養い、ハンドラーとの信頼関係を醸成します。警備犬として必要な基本動作を習得させるための基本的な訓練になります。お待たせいたしました。それでは準備が整いましたので展示を行いたいと思います。会場左にいるのが佐々木一曹とイエッタちゃんです。右にいるのが杉山三曹と春子くんです。イエッタちゃん、どうしちゃったのでしょう。アピールしたの？会場の近くのペアにご注目してご覧ください。ご覧の通り、ハンドラーの号令と手の動作で警備犬に指令を出します。次に脚速更新です。号令は後へです。警備犬はハンドラーの左側を歩くよう訓練されています。正座、号令は座れです。家庭犬のお座りに当たります。警備犬の鼻先にハンドラーが右手の人差し指を持っていき、胸のあたりまで上げる動作で指令を出します。ハンドラーの歩行速度が変わったとしても、警備犬はしっかりとハンドラーのそばについていきます。あと、はい、駆け足になると犬はハンドラーより前に行ってしまいがちですが、しっかりと正しい位置をキープしています。僕が号令は伏せです。警備犬の伏せであります。右手で警備犬の鼻先を下に圧します。犬に対して服従性を強く求めるため、やりたがらない犬が多い姿勢であり、これを意のままに行わせるにはハンドラーの厳格な指導態度が必要です。実施、号令は立ってです。右手で鼻先を圧します。犬に立った状態で待たせます。犬にとって非常に動きやすい姿勢になりますが、ハンドラーの指示があるまで動くことはありません。続いて更新中に座れの号令をかけ座らせます。本来飼い主と犬が離れていると犬が不安になり近寄りたい衝動に駆られます。しかし警備犬は離れていても号令と手の動作で警備犬が動くように訓練を実施し、服従心を養います。最後に勝負、号令は来いして、来いして警備犬を招きます。以上でハルクくん、イエッタちゃんによる服従訓練を終わります。皆様盛大な拍手をお願いします。ただいま
し、制御の仕方を変えなくてはいけません。このことから一番重要な訓練といえるのです。続きましては障害飛越という訓練です。通常犬は障害物を積極的に飛び越えようとはしません。回り道があるなら当然のように障害物を避けて通ります。この訓練では警備犬がどんな過酷な状況下でも行動することができるよう命令によってさまざまな障害物を越えさせる訓練です。また警備犬の筋力や精神力の鍛錬になるとともに警備犬の行動能力を向上させるものです。今日はハードル、シャバー壁、一本橋を越えさせます。二度実施し、二度目はそれぞれ停止させます。簡単そうに見えるかもしれませんが、これをできるようになるまでは相当な時間を要します。お待たせいたしました。それではこれより障害飛越訓練をご覧いただきます。展示はイエッタちゃんと佐々木一層です。本日は引き綱なしで行います。これは引き綱で犬の行動を制御できないことからハンドラーと警備犬の信頼関係が非常に重要であり、ハッの指示通り犬が行動するか注目してください。それではご覧ください。まずはハードルです。成功しました。次はシャバン壁、角度があるのすごいですね。そして一本橋、楽々こなします。1周目すべて成功しました。皆様拍手をお願いいたします。次は2周目です。本来犬は階段や幅の狭いところ、高いところを苦手とします。それでも高いところにとどまることというのは日頃訓練の成果です。シャバン壁をよくブリッジで停止できましたら拍手をお願いいたします。ハードル、今回もしっかり飛べました。シャバン壁、きっと止まりました。続いて一本橋、止まることができました。
本日隠れるのは吉野市長です。それでは行います。お待たせしました。それでは1回目を行います。はるくくんお願いします。お参加します。お参加します。参加して。はるくくんが匂いをたどって探しています。しているのは人間の匂いを残さないために空気を入れ替えているところです。では2回目を行います。2回目は皆様に箱を選んでもらおうと思います。それでは吉野市長が箱の前に移動するので、隠れてほしい箱に拍手をお願いします。この箱がいい方、この箱がいい方、この箱がいい方。それではこちらの箱に隠れてもらいましょう。それでは、はるくくん、よろしくお願いします。
鼻や耳が発達しているせいか、目は白、黒、灰色の世界でしか見えておらず、10メートル程度しかはっきり見えないと言われております。最後に行う訓練は襲撃訓練です。展示する警備犬はコモちゃんと吉野市長です。コモちゃんは身体能力が非常に高く、訓練となると目の色を変えて取り組む優秀な警備犬です。この訓練は片袖という防護衣を着用した助手に対して命令によって攻撃させるものです。襲えの号令で噛みつかせ、やめの号令で噛むことをやめさせます。勇敢な心としっかりした噛む力を必要とします。犬の噛む力は犬種や大きさによって異なります。約100キロから200キロと言われています。なので今から行う襲撃訓練は危険を伴うものなので、ハンドラーと主従関係が確立された後、助手との綿密な打ち合わせのもと、安全な方法で実施しなければなりません。今行っているのはアジテーションと言われるもので、ムチや棒なので音を出し、犬を興奮させてしっかりと噛ませる訓練です。このアジテーションにもご注目ください。
でも対応できるように犬が警戒を行い連携連行することもできます。写真撮影の時間を設けますので、ご希望の方はご来場ください。